こんにちは、東京カメラ部代表の塚崎と申します。本日はまたたくさんの方にお越しいただきましてありがとうございます。本日、東京カメラ部オンライン写真展、2020の一環としてですね、美瑛町、北海道美瑛町の加古町長、それからですね、東京カメラ部10選の阿比子さんをご招待して、ウェルカム美瑛という形での、放送を開始させていきます。ぜひ皆さん、こちらの方でご覧いただければと思います。本日は阿比子さんのいただきながらですね、美瑛の美しい景観、それからまたそれがどう守られてきたか、そして今そこで住むとどんなことが起きるかというようなことをご紹介していきたいと思います。お二人いらっしゃいましたね。町長、阿比子さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速、阿比子さんの写真を拝見しながら、いろいろとお話を伺っていきたいと思います。皆さんこんにちは。皆さんまたコメントをですね、積極的に拾っていきたいと思いますので、ぜひぜひ気軽にコメントをいただければと思います。はい、じゃあちょっと阿比子さん、ちょっと写真を見ながらご説明いただいてもよろしいですか。はい、こちらは十勝岳の山頂から撮影した写真になります。美瑛 の、 丘の景色っていうものは過去の火山活動がきっかけとなって形成されたものですので、この写真を1枚目に選ばせていただきました。こういう厳しいこう、ね、火山でできた山、こういう活動が美瑛 の、 美しい丘を作り上げたっていうことなんですね。はい、これは美しいですね。これやっぱりちょっとこういう十勝岳とかって皆さんも大事にされていらっしゃるんですか。そうですね、やはり美瑛町にとりましては母なる山のようなもので、丘の景観もそうですし温泉もそうですし、全てこう火山の恵みで美瑛町に成り立っているようなところがありますので、美瑛町民十勝岳大切にしています。温泉もありますもんね。温泉まさに火山の恵みですからね。はいはい、この写真は十勝岳の山頂から撮った写真になります。北海道美瑛町ですね。そして美瑛といえばこういう風景ですよね。美瑛といえば農業ですので、畑の景色がすごい綺麗です。で、この写真は小麦の畑を撮った写真です。7月下旬から8月上旬にかけていろいろな畑で小麦が実りの季節を迎えます。黄金色に輝く小麦に西日が当たってさらに輝きが増した瞬間です。まあ、ダイヤモンドとか金とかそういった輝きよりも僕はこういう畑の輝きが一番綺麗かなと思っていつも撮影しています。もう秋っていうとね、関東とかだと10月とか11月ぐらいと思いますけど、まあ、この景色が実は7月下旬ぐらいに見れるってことなんですね。こうちょっと町長、これ小麦が実は美瑛は結構有名というふうにお伺いするんですけど、どんな形なんですかね。美瑛の有名という意味では作付け面積が一番大きいということで、美瑛の農産業、農業の中心という意味もありますけれども、いろいろな種類のある小麦の中でパンによく似合う合う、夢力という種類を多く作っておりまして、特にこう美瑛産のパンが今いろいろなところで、食べていただき楽しんでいただいております。はい、これ美瑛のパンっていうとね、こう実は、あんパンとか豆パンとかこう美味しいのがたくさんあるのが有名なんですけど、もうこれねすごいこう買える店がねある程度限り、あ、そこにありますけど、これ美味しいですよね。ね、日本の小麦っていうとねパンには使われないっていうイメージがあったんですけど、美瑛の小麦はかなりパンにも使われているということなんですよね。年々多く使われるようになっていまして、美瑛専科さんですとかビブレさん、その他小さく個人でやっている方でも美瑛産小麦を作ったパンをいろいろ多種作っていただいておりまして、楽しんでいただいているようになっています。有楽町の美瑛さんのアンテナショップでも買えるんですよね。そうですね、有楽町交通会館地下にあります美瑛町のアンテナショップでもお求めいただけます。はい、ぜひぜひちょっと食べていただけると、この美しい景色見ながら食べる、ここに実ってたパンっていうのもかなり美味しい。いや、美味しそう、美味しそうでしょ。本当に美味しいですよ。僕多分このアンパンは、ね、一番美味しいと思います。美味しいです。本当に。はい。そして、夏の引き続き写真を拝見したいと思います。はい。麦の刈り取りが終わった後の写真なんですけど、麦の刈り取りが終わると麦わらが畑に残ります。その麦わらがこのように専用の機械を使ってロール状に巻かれたものをバッカンロールというんですが、それがこの畑に転がります。そのバッカンロール、だいたい最近の傾向だと24時間もしないうちに外に運ばれていくんですが、なのでこういうふうな夕日と一緒に写真撮れるのは本当に
ワンチャンス、一回きりのチャンスで、一期一会の出会いを求めたお花巡りが楽しい季節でもあります。でバッカンロールは、麦わらとって、まあ、牧場に運ばれて、牛さんの寝床として使われるものになります。これは絶対、これなんか小さく見えますけど、ちょちょこれ大きいんですよね、一つね。300キロぐらいになります。大人がその上に乗っかって、優に遊べる程度の大きさになっています。まあ遊んだら危ないものですけども、あ、そうです、はい、絶対入っちゃいけないんですけど、はい、アンドリューさんから Everything is Hokkaido、 北海道 BHO です。あの センターオブ北海道ですね。これ あのあとコメントもいただいてますけど、これ京奈さんですかね、有楽町にアンテナショップあるんですね、行ってみたい、ぜひ行ってみてください。あの有楽町の地下1階ですね、にあります。あの全然密にならないで食べれると思いますこれは。そして、こういうね、あのバッカンロールだけじゃなくて夜の BA というのも結構撮られてるんですね。これまたかっこいい写真ですね。これあの夕焼けの終わりかけの時の写真なんですけど、ビエってあの真っ赤に燃える朝焼けとか夕焼けが他の地域と比べても確率高く起こるのかなと思っていて、まあ、なので写真を撮る方としてもすごいありがたいというか、いい写真を撮りやすい環境でもあります。まあ、終わりよければ全てよしという言葉があるように、一日の終わりがこういう素敵な瞬間で終わると今日も一日良かったなというふうに終われるので、そういう気持ちにさせてくれる素敵な場所なのでもあるかなと思います。でこの写真に写ってる日本のなんか光なんですけど、これトラクターのライトの軌跡です。で撮影この時撮影してたら道路をトラクターが走ってくるのを見えたので、まあ、とっさに構造を変えて長時間録音にして、トラクターが目の前を横切る時にシャッターを切って光の軌跡がうまい具合に映るように調整して撮りました。うーん、すごい。こう、ちょちょ、こう、一本の木がポツンとこういうふうに、こう、丘にあるっていうのが、また美瑛の特徴ですよね。美瑛らしい風景ですよね。畑の境界に目印で植えた例もありますし、僕が昔聞いたのは、昔一緒に農耕していた農耕馬、馬が亡くなった後、そこに埋めて墓標代わりに建てたんだよという話も聞いたことあります。すごいいい話、美瑛らしい話だなと思ってます。いいですね。これいろいろコメントいただきますけど、すごい力作ばかりっていうふうに和幸さんから言われてますし、カイトさんからオスヒグマぐらいですね。あ、バッカンロールの大きさですね。そうですね。多分そのぐらいですね。あの、ニコナギさんから、今一番欲しい車はトラクターです。ビーチョーだとたくさん走ってますね。はい。そして次も夏の写真ですね。あー、はい、こら綺麗だ。ピエでも人気の観光スポットの色彩の丘という場所から撮った写真です。で色彩の丘では春から秋にかけてさまざまな花を栽培してくださっていて、どの季節に行ってもその綺麗な花越しに雄大な丘の景色を眺められるフォトジェニックな場所となっています。でこの時は全く9月下旬ぐらいに撮ったんですけど、手前側に色彩の丘の綺麗な花を頭ボケで入れて、奥側に、丘の上で作業するトラクターをちょっとアクセントに、小さくて見えるか分からないですけど入れて撮っています。うん、でその奥には雄大な十勝岳連峰がそびえ立ってて、まあ、美瑛らしい一枚なのかなと思ってます。これ町長、あの、色彩の丘は有名な場所ですよね、美瑛では。そうですね、もう美瑛を代表する観光スポットとなっていますね、今は。はい、これ今でも まだ花は咲いてるんですか。今もこの季節に応じて咲いています。あ、なのでじゃ あの今週とか来週ちょっと行ってみようかなっていう方でも間に合いそうですかね。まだ楽しんでいただけると思います。ぜひぜひちょっと皆さんにも来ていただければと思いますが、そして次の写真を拝見したいと思います。お、これはいつですか。これは10月の下旬頃撮った写真です。で青い池で撮ったんですけど、まあ、皆さん想像されるのは水面が青いから青い池なのかなって思っていらっしゃると思うんですけど、紅葉の季節になると紅葉した木々たちが太陽の光を受けて青い池の水面に反射して、このように、まあ、青くないというか秋色深まる水面を見ることができます。で、まあ、そこの秋色が深まっているところを望遠レンズで切り抜いて、ちょっといつもとは違う青い池を表現してみたい一枚です。これはまた青い池が青くないのも珍しいですけど、これちょっとすごいですね。綺麗ですよね。あ、
ここ数年で紅葉の人気が高まってまして、多く紅葉の写真を求めておいでいただくカメラマンの方々が年々増えていますので、より一層綺麗な秋になればいいなと願ってます。大体その北海道美瑛町の観光のピークというのは7、8月なんですかね。今もそうですけれども、やはり7月、8月が観光のピークで、これまででしたら10月、11月となるとだんだん寂しくなっていた季節なんですけれども、紅葉を見直していただき、発見していただき、今徐々に増えてきているのかなっていう手応えも感じているところです。本当ですね。あれ、高一から沢さんから、これから楽しみ。そうですよ、これからですよ。 BA 実は秋が、実は食事も今からぐんとさらに美味しくなるんですよね。そうですね、作物が取れるのは秋からですから、じゃがいも今もう取れてます。かぼちゃもいい状態になってきておりますし、はい、これから新じゃががもう出てるっていう。ありがとうございます。はい、もう玉ねぎもかぼちゃも、実は僕昨日このかぼちゃも入ったの食べさせていただいたんですけど、もうめちゃくちゃうまいですよ、これ。ぜひぜひ、あれ来ていただければと思いますけども、そしてさらに秋の写真ですね。他も拝見したいと思います。これは来てますね。もうさっき大師さんから、あの写真一枚一枚のクオリティが高すぎるって言われてますよ。ピエ大好きで何回も通って撮った写真です。これはその朝もやですよね。朝霧ですか。そうですね、朝霧ですね。8月下旬ぐらいから10月下旬ぐらいにかけて、あのピエの寒暖差、朝と夜の寒暖差が大きくなってくると、他の町に霧が漂うことが多くなります。で、まあ、これ写真撮ったのは僕が一番すごい大好きな場所から撮ったんですけど、それは美瑛を朝撮影するときは必ずそこを通るようにして、いい塩梅の霧が出てたらそこに立ち止まって撮るようにしてるんですが、この日は本当に理想的な霧の具合だったので、まあ、日の出の瞬間までここで撮りました。朝日に黄金色に輝く霧が神秘的で何とも言えない感動を覚えたのを覚えました。そうですね。先ほど、酔っ払い猫さんからリフレクションの写真についてカラマツかしらっておっしゃるんですが、多分あれはカラマツではないですよね、あれはね。白樺とかだと思うんですけど。はい、多分白樺だと思います。あと太郎さん、お腹がいくつあっても足りない。あ、そうなんですよね。僕も美瑛に来ると多分あの初日から最後までずっとお腹いっぱいっていう状態続くのでよくわかります。あと大使さんですね、大使つねまさんがとても美しい一枚とかですね、アンドリューさんから美味しそう食べ物フレッシュベジー、あの本当フレッシュベジーですよ。あのアンドリューさん、北海道 BA is very beautiful and very tasty place you gotta come here ですね。あと、京さんですね、神々しい景色風景ですね。和幸さんからすごすぎてため息しか出ない作品って、これ僕もそう思いますけどね。これ朝霧の写真ってすごい人気なんですけど、よくあの撮影スポットを混んじゃってなかなかこう早く行かないと撮れないとかあったりしますけど、ここはどうですか。ここはもうあの自由に撮れるというか、もう人と人との距離をしっかり保ちながら撮影できる場所なので、本州のようになんかもう人が密集して何列にも連なるようなことは決してないので、もう3密は必ず避けれる状態になってます。これはもう撮影しても同じような状態です。ちょっと美瑛町でなかなか密にはなれないですね。密にならない美瑛ですので安心してお越しいただきたいと思っています。確か神奈川県と広さが同じなんですけど、美瑛町ってそうですね。はい、香川県一つと一緒、かつ東京都23区の大きさが BA 町なので、そこに1万人の方しかいないので、まあまあ密になってみろっていう感じぐらいですもう美しい場所もまたたくさんスポットがあるので、多分撮影しててもあの本当に余裕を持って、優しい気持ちでね、撮れますし、またこの朝霧もこう丘があるので、こう霧のあるところとないところがね、あの表情が出てすごいいい写真撮れますよね、コラビコさんね。そうですね、本当にもう霧が出てくれると誰でも、僕みたいな人でも本当にいい写真が撮れちゃうので、もういい写真が撮れた方は美瑛に来るべきだと思いますね。本当ですね。あの、まあ、これはアビコさんレベルはあれですけど、あのこれ写真業界で本当に言うんですけど、あの美瑛マジックっていう表現があって、
その風景写真を撮ってる人は美瑛に来るといきなり全部写真が上手になってるっていう、でかつ美瑛で上手だと思って外行くと実はあんまり上手くなかったみたいなですね。要は美瑛が綺麗だったっていうのがあるんですけど、まあ、アビコさんは別ですけどね。いや本当にこれちょちょ綺麗ですね、こういう丘がね。これでも撮影スポットとしては新しいスポットだろうなと思ってます。本当に撮影している方々、カメラマンの方々が日々新しい撮影場所を発見してもらって広めていただいているんだなというふうに感謝しています。タカコティファニーさんから影が綺麗ですね、まあ、本当ですね。あとはこれ、リュウさんからすごすぎて言葉が出ない。あと、ランド、トゥーリズムさんですかね。グリーティングフロムコロンビア、コロンビアからどうもお越しいただいてありがとうございます。あと、タカコティファニーさんから、撮るタイミングは太陽の位置で決めますか、影の具合で決めますかっていう話がまた、どこで決められます？どうでしょうね。まあ、これはもう太陽が出てきた瞬間撮ろうと決めてましたので、まあ、あらかじめ、なんていうか頭にイメージしてた瞬間に撮れて、撮ったっていうのがいいんですかね。なるほど、そういうことだそうです。それからですね、JJ大さんですかね。これどこですか、北海道美瑛町の場所でいうとどのあたりになるんですか。美瑛町のルベシベ地区で、まあ、Google マップにも載ってますので、ルベシベの丘って検索すると Google マップにも載ってます。ぜひ行ってみてください。そして次の写真です。同じく秋ですね。はい、これは霧と朝日の写真、撮影を終えた後は、まあ、こういった白虹と呼ばれる現象を追っかけることが多いです。で霧の、まあ、晴れ間とにところに太陽の光が差し込むと、巡光側にこういう白い半円状のサークルができていることがあります。で原理としては虹、レインボーと一緒なんですけど、霧の一つ一つの水滴の粒子が小さいので光が散乱して色が分光されず、色が分かれずに白い光となってサークル状になります。で、まあ、白虹単体でとってもちょっと弱いというかもったいないので、この時は木からしと呼ばれる黄色い花を、アクセントに一緒に撮影しています。でこの木からしっていうのは観賞用に植えられているわけではなくて、緑肥として植えられてまして、時期が来たら畑にすき込まれて翌年のための土の栄養として使われているものになります。やっぱりちょちょ、これ美瑛の美しい景観っていうのはこう農家さんのこういう、こう農作業の営みとともに生まれてるんですね。丘の景観、山の景観もありますけれども、こと丘の景観につきましてはやはり農家生産者の日々毎日の仕事営みがそのまま美しい景観を作っていることになりますので、本当に生活そのものが観光の面からも見直されているという、非常にありがたいというのか貴重だというのか、そういうスポットになっているかなと思っています。でこれね、季節は秋ですね。はい、なのでぜひぜひ9月下旬ぐらいに撮りました。はい、はい、お越しいただきたいと思います。そして次の写真もちょっと拝見していただきたいと思います。わっと、これまた秋綺麗ですね。晩秋の美瑛を撮ったものなんですけど、9月、これ撮ったら11月上旬ぐらいで、9月下旬に始まる山の上での紅葉から紅葉、まあ、秋は徐々に麓へ降りてきて、11月上旬のカラマツの紅葉でフィナーレを迎えます。 なので奥に見える十勝岳連峰にもう雪がびっしり降っていることが分かると思うんですが、これを撮影している時はもうそろそろ秋が終わっちゃうなというのと、やっぱりこれから来る冬の季節に身構えるという気持ちと、美しい季節と冬が始まるというワクワクした気持ちで撮影しています。ちょっとコメントいただいてますね。京奈さんですかね。美瑛はどこを見ても絵になりますよね。本当ですね。本当どこ撮っても綺麗になるっていうですね、構図を考えないでいい美瑛って僕は呼んでるんですけど、大体撮れば綺麗になるっていう。あと、大地さんですね。から、旭川から富良野の方には、抜けるとき、ね、抜けるとき近い感覚でいるけど、1時間近くかかるのでびっくりです。まあそうなんです。広いんですよね。美瑛町めちゃくちゃ広いので、これもしょうがないですね。高子さん、白虹って初めて見ました。さっきのですね。あと、やともさん、鳥肌立ちました。とかですね。すごいですね。もう皆さんからガンガンコメントいただいてますが、やっぱりこう今こうざーっと見ても秋も本当に
綺麗ですよね、これは。長い間も秋を楽しめるんで最高です。そうですよね。これちょっと町長、これ もっと秋人気出ていいですよね。いいと思いますね。あのこの写真僕拝見して、もうなんか温度の低く、温度が気温が下がってきてる、もう雪が降り積もるという間際の感覚がもう体感として感じるんですけれども、そういう四季折々の美しさの中の一つの秋というのはまた美瑛の魅力の一つだなと思ってます。あ、もうなんかニコ長井さんから、ニコナギさんから、町長秋冬の美瑛をもっと PR していきましょうとおっしゃってますよ。おっしゃる通りです。夏だけではなく秋の紅葉の美しさっていうのは本当に美瑛の宝の一つだなと思ってます。あ、もう本当ですね。そして、春の写真もちょっと拝見してきて、まあ、春になるとまたいいですね。これはどういう写真でしょうか。そうですね、これもこの場所はあの思い出の場所で、あの同じく10選の井上弘樹さんと初めて写真を撮りに連れて行ってもらった時に紹介していただいた丘なので、もう自分のお気に入りとして写真を撮るときは必ず1回はここに立ち寄るようにしてます。でこの写真を撮ったのは5月下旬ぐらいで、あ、そうですね、それあの秋巻小麦の緑の絨毯が綺麗に敷き詰められている隣の畑で、トラクター、ちっちゃく写ってるトラクターが竣工をしている時になります。でこういうのを見ると、まあ、今年はあの畑に何が植えられるのかなとか、そういうのを考えながら撮るとより一層楽しむことができます。ちなみにちょっとご質問いただいたんですが、京奈さんからですね、先ほどの写真に関してですかね、有形ですかっていうちょっとお話がありましたけども、あの休日の丘のやつはですね、これは西日の時間帯に撮ってますね。あ、西日の時間、これでちなみに今の写真はどうですか。これは朝日です。あ、朝日だそうです、はい、これね、それからですね、酔っ払い猫さんから、美瑛戦果にジャガイモ買いに行かなくちゃ。ね、お待ちしてます。もうぜひ、あとね、美瑛戦果ですと、こういうフリーズドライものですね。こういうのも、売っているので、ぜひぜひ。ちなみに、これね、2、300円するんですけど、ちょっと高いかなって一瞬思うかもしれないですけど、これ一袋で、確かトウモロコシ1本分なんですよね。そうです。なので、ね、そう思うと全然安いので、ぜひぜひちょっと食べて、あと確かこれ、オンラインでも買いましたよね、これね。オンラインでも、はい、販売しております。はい、なので、別にこう、美瑛に来なくても買うことはできると。まあ、来て食べるともっと幸せになりますからと。そうですね。あ、それからアンドリューさんから、ノースのフォトイエット、まだ冬の写真はまだかと、待ってください。もうすぐですよ。はい。そしてちょっと次の写真を拝見したいと思います。あ、これまたいいですね。これも大好きな丘から撮った写真なんですけど、春の耕す作業が一段落して、まあ、実りの時期に向けて準備が完了した時の写真ですね。でちょっと写真でお伝えできないのがもうちょっと心苦しいんですけど、この春の美瑛を撮ってると匂いっていうのもすごい楽しむことができて、まあ堆肥として使われている牛糞が土に、混ぜられているんですけど、そのちょっと、まあ、正直に言うとおえっとするような匂いにも感じるんですけど、その匂いを嗅ぐことによって、あ、今年も春がやってきたんだなっていうふうな感覚になることができます。猫放送さんから絵画のようだとかですね、あと大志さんから、アビちゃんの写真見てると自分も北海道移住したくなってきます。あれ、アビコさんって北海道移住なんですか。転職をきっかけとして北海道に引っ越してきました。あ、そうなんですね。やっぱみんなそういうことなんですね。あれは、あ、酔っ払い猫さんからコーンのフリーズドライ大好物ですってね、これは。あと甲佐さんから美瑛の紅葉ってもうそろそろでしたっけってご質問いただいてるんですけど、これはちょっといつぐらいからですか。はい、もう始まってはいますけれども、今年は例年に比べて遅いです。まだこれから、10月半ばから11月半ばまでいけるか。11月上旬頃まで、から松の紅葉が見頃を迎えるかなって感じですね。はい、あとこれから1ヶ月ぐらい楽しめると思います。はい、長く楽しめます。いや、だそうですよ。皆さんこれからですよ。そして町長、これ、この畝の、こう、なんですかね、こう稜線と、あとその、こう、
畑の線が美しいですよね。綺麗ですよね。僕自身が新規就農で農業をやっているんですけども、この畝をまっすぐ切っていくというのは実は本当に難しい技術でして、僕は15年ぐらい農業をやってますけど、まだまっすぐ切れないでぐねぐねぐね曲がっています農家の技術の結晶でもあるというふうに思ってます。なるほど。だからこれ実は農家の方が作られたこの技術の塊を我々こうやって拝見させていただいているわけですね。その通りだと思います。美しい。そしてその農家の美しいその稜線、畝をもう一度見てみましょうか。これ次の写真で、これもまた綺麗ですね。ね、ちょっとなんか酔っ払い猫さんが土の表情がさっきの写真でも素晴らしいですとかって言われてますけど、いやこれもそうですね。これはどういう写真ですか？これはですね、これも春先に撮った写真なんですけど、ちょうど太陽が山の稜線の裏側に隠れて日が沈みかけていると、沈んだ頃なんですけど、そんな時間にもかかわらずまだ春のトラクターの作業が続いているという写真で、でもトラクターっていろんな種類があるんですけど、僕はこのジョンデアのメーカー、ジョンデアというメーカーのトラクターが一番好きで、緑と黄色の配色が美しいですし、まあ、そのトラクターの後ろで引いている赤いものもアクセントになっていて、丘の景色にすごいマッチして生えてるなと感じながら撮ってました。社長、このトラクターかっこいいですね。ジョンデアは本当に色の取り合わせがかっこいいですし、ビエのお金も似合いますし、農家の憧れの機種だと思っています。僕も欲しかったんですけれども、なぜ高いので、国産にしました。なんかベイビーさんという方からですね、I love Japan と言われた、どうもありがとうございます。本当にこれすごいですね。あと、花ちゃんさんから、アビコさんの美瑛愛が伝わってきますっていう話とか、京奈さんから土の匂いが感じられるお写真ですねとか、なんかニンニジさんですか、いつも素敵なお写真ありがとうございます、毎日の楽しみですと、ここベタ褒めされてますね。そしてちょっと次の写真も、おなんかこれまたかっこいいですよ。これなんですか？これは夕日の木と呼ばれる木が立っているところの畑なんですけど、毎年デントコーンが植えられてまして、そのデントコーンが植えられるときにマルチシートと呼ばれるこのビニールシートを一緒にかぶせながら植えていくんですよね。でそのマルチシートと土のコントラストのしましま模様が印象的な場所で、5月上旬ぐらいにこの場所、夕日の木の場所に行くとこういう写真が撮ることができます。これすごいですね。またこの畝が綺麗ですね、これね。これもマルチなのでビニールなので、余計まっすぐに行かないと目立って、モルに分かってしまうという豪華なビニールですね。で、デントコーンは牛の餌になっていくんですけれども、よりこう質のいいデントコーンを作るにどうすればいいのかっていうのをこう研究してた結果、マルチを敷いてそこで生育させた方がいいというところに結びついてますので、その辺も農家生産者の努力の表れなんだろうなというふうにも思っています。やっぱりその美瑛の美しい景色っていうのは、よく美瑛町の方は景観というふうに、風景ではなくて景観というふうにおっしゃいますけど、やっぱりそれは農家の方のこの技術であったりとか思いであったりとか、こういう協力があって、作り上げられてきているものだからということなんですかね。そうですね。農家にとりましては自分たちの効率のいい仕事、あるいは質のいい農作物を取ろうというところの突き詰めてた結果が、この結果になっているんですけども、その努力の結果がまた別の面から評価されるというのは非常に美瑛らしいいいところだなと思っています。デイビッドさんからもグレートピクチャーですね、もう海外からも言われてますよ。またあと、ニコナギさんから、美瑛に出会わなければ畝という言葉を知らずに一生を終えるところでしたとかですね。あと酔っ払い猫さん、確かにかっこいいあるですね。これあと、猫のフォーさんですか、トラクターもチョイスするの、そうですね、トラクターもチョイスして写真を撮られるということですね、これはね。あとこの笹田パンダさん、これは面白い構図ですねとか、ひろみさんから、これ長時間録音でしょうかってご質問来てますけど、それそうですよね、これはね30秒で撮ったと思います。はい、
だそうです。それから、和幸フォトグラフィーさんから、アビコさんの写真展を美瑛でいつか開催してほしいですっていうご要望がちょっと来てます。ぜひ開催していただきたいです。はい。ちなみに今、後ろにあるこの素晴らしいお写真が、また美瑛町のお写真がちょっと拝見できます。これはどなたのお写真なんですか、町長。これは、飯田さんですけど、美瑛で、写真 の, カメラマンの方々の集まりの団体でもあるんですけれども、写真を撮影するときのマナーをですね、ぜひこういうマナーで撮っていただきたいと、畑に入らないで、農家も観光の方、カメラマンの方もみんながメリットがあるような形で写真を撮っていただきたいという、そういう活動を取り組んでいただいている非常に、ありがたい団体でございます。NPO 法人の写真米写真映像協会の飯田さんのお写真です。素晴らしい。今ちょうど個展をか、まあ、合同展を開催中でいらっしゃるんですよね。そうです。こちらの会場で今、写真展を開いているところです。はい、確かに18日まで BA の、個展を開催されているようですので、ね、よろしければ皆さんもぜひお越しいただければと思います。そしてちょっと次の写真を、あ、これすごいですね。はい、で BA は人だけじゃなくて北キツネにとってもすごい住みやすい場所となっています。まあ、春先ですね、こういう子育てをしているシーンを何度も観察する機会に恵まれまして、この写真は母キツネが授乳を終えた後で子キツネのからちょっと離れて一休みしてたんですが、それをそうはさせないと子キツネ2匹が近寄ってきて、もっと甘えさせてくれと母キツネに寄り添っていっているところの瞬間になります。かわいいですね。北キツネの家族を見てると、なんか人間の家族を見てる時よりも家族っていいなっていう気持ちにさせてくれるので、写真を撮るのが本当に、北キツネの写真を撮るのが大好きです。あ、ちなみにちょっと、前に戻るとですね、夕日の木の写真、あれ夕日の時に撮ってるわけではないですよね。そうですね、あれは日中昼間に撮ってます。ただ、はい、夕日が綺麗になるので夕日の木というふうに呼ばれてるだと思います。はい、はい、あと、猫の風さんですかね、畝作り上手、写真にもしっかり努力の結晶が見えてるな、本当ですね。農家の方の蝶々、これ技術がね映ってますよね。本当に技です。はい、これもぜひ畑 の, 持ち主の方をもう称賛したいと思います。そしてちょっとまたキツネの写真に戻りますけども、部長、最近あれですよね、キツネの写真が、ね、人気ですね。そうですね、つい最近もですね、美瑛町内のカメラマンの菊池さんという方が、子育ての写真集を作っていただいて子どもたちにプレゼントしていただいたんですけれども、本当に愛らしい姿で、よく目にするんですけれども、写真で撮っていただくとより可愛さがにじんでくるなと思っています。本当ですね。猫のフォーさんから、キツタキツネは逃げないのってご質問ありますけど、これはどうなんですか。近づくと逃げていきますので、望遠で400ミリの望遠で撮って、なおかつこれは結構トリミングして、作品にした一枚です。うんね、白猫さんから、可愛い物語が写真が素敵ですね、フォローさせていただきます、だそうです、これ。はい、あと、1ZO さんですかね、北キツネ家族可愛いっておっしゃってますけど、これ、本当ですね、これね、可愛らしいですね。そして、次の写真も、冬の写真、アンドリューさん、お待たせしました、冬の写真いきますよ。これはどちらですか。美瑛の、ま、小さい川で撮ったところなんですけど、ま、一番寒い季節に、空気が凍りついてそこに太陽の光が差し込むと、このようにキラキラと画面右側のキラキラとしたダイヤモンドダストが見られることがあります。ダイヤモンドダスト取れる場所って本当限定的ですけど、 BA は本当に綺麗なダイヤモンドダストが取れる場所ですよね。そうですね、条件がすごい揃いやすいのか、やっぱり圧巻な景色が広がることが多いですね。ちょっとこれダイヤモンドダストもこれすごい観光資源になりそうですね。やはりそうですよね、まあ、条件が整った時期ですけれども、他ではなかなか体験できない冬の風物詩だと思ってます。はい、そしてさらに冬の写真を拝見したいと思います。いや、これまた空も綺麗ですね、山も。これは新栄農家展望公園という
観光スポットから東側の方面を撮った写真なんですけど、夕日の写真です。でも、もうすぐ夜になるっていう瞬間で、地表の地上のコントラストはなくなってて、でなおかつ空はほんのりピンクが残っているという瞬間に撮ってます。やっぱこういう風な景色が見られるのって美瑛ならではで、空気がすごい綺麗で、そして今地上なのにすごい寒く冷え込むっていうこともあるので、こういったなんか北海道らしいというか、まあ、美瑛特有の景色が見られる素敵な場所だなといつも思ってます。そしてさらにちょっと冬の写真を見たいんですけど、これはすごいですね。これはどこですか？青い池なんですけど、冬の間11月からでしたっけ？そうです、今年も11月から、ライトアップを開始しています。でライトアップの時に、はい、ライトアップいつからいつまででしたっけ？11月の1日から4月の30日までですかね。までです。はい。はい。はい、に、こういう、青池のライトアップをされるそうですので、ぜひちょっとお越しいただきたいんですけど、これでも、ちょっと空までちょっと照らされてますね。そうですね。空までライトアップしていただいているおかげで、ちょっとシャッタースピードを長くすると、雪の軌跡を映し取ることができます。で、同時にストロボを焚くと、白く丸く映ってる雪の玉ぼけも表現することができて、こういった写真を撮れるのは世界を探しても青池だけなんじゃないかなと思って、写真を撮る方にはおすすめの場所ですね。これあとアイアムミコさんから、ただ美しいだけではない、物語を感じる素敵な写真ですねとか、アンドリューさんが懐かしい、アンドリューさん来たことあるんですね、きっとね、これ来てくださってですね、あと大好きって言ってますね。もうすごいですね。サイチャイさんから I want to come Japan とか言って、ありがとうございます。あと酔っ払いネコさん、モノクロ素敵ねとかですね、いろいろこう言われてますけど、あと 1Z0B さんから、良いですね、台湾はあまり何の雪の景色もないからすごく好きだ、台湾の方なんですね。ちょっとちょっとこれでも、上の方までライトアップしてるとかって、これ結構いろいろ工夫されてますね。そうですね、ライトアップの事業化そのものの時にカメラマンの方が中心になって運営委員会作ってやっておりますし、実際のライティングにつきましてもイベント等に精通している方々がやっていただいてますので、より撮影していただきやすい環境作りになっているかなと思ってます。美瑛のこの美しい景観、まあ、撮れば綺麗になるっていうのは偶然ではなくて、こう日頃の皆さんの努力によってこう成立してるんですね。そうですね、多くの方々、まあ撮影用にというのもありますし、日々の営みの中で、作られる景観という面もありますけれども、多くの方が関わっているのは間違いないです。なんか青い池とかはこう毎朝掃除をされているというふうに伺ったんですけど、掃除も定期的に行っておりますし、早朝観光客の方が来る前の時間、5時ぐらいから船出して池の中掃除したりとか、美瑛町役場職員頑張ってます。本当にすごい努力ですね。そのおかげで我々ね、アミコさん、こういう写真が撮れるんですね。そうですね、本当に感謝しながら撮らないといけないですし、でも感謝するだけじゃなくて、しっかり撮ったらその土地にお金を落とすってことも重要だと思うので、美味しいものを食べたり、美味しいものをお土産として買ったりして、地域貢献できればいいなと、あの写真を撮る身からしたらいつも思っております。そうですね、ご質問ありますけど、しきなさんですかね、しきなデイジさんから、シャッタースピードはどのくらいですかってこれ聞かれてますけど、そうですね、ちょっとシャッタースピードどのくらいというよりも、雪の降るスピードって日によって変わるので、その日によって適正なシャッタースピードって変わると思うんですよね。なのでいろいろなシャッタースピードを試してみて、最も自分が理想だと思う雪の軌跡が入る瞬間のシャッタースピードを選ぶっていうのがいいのかなと思います。もうぜひぜひちょっとそこ試していただければと思いますね。これは多分だと思います。なるほどですね。あと雪さくらさんですか、美瑛の美しい景色が何度見ても感動しますね。本当そうですね。UC5X さんから、アーカイブ残りますか？残しますですね。はい、こうあと、酔っ払い猫さんが、玉ぼけ雪の位置が絶妙、本当、まあ、運ですな。彼は大志さんから、美瑛のおすすめのご飯屋さんはどこですか、後でちょっとご紹介しましょうかね、これね。しきなでさん、ありがとうございます。ありがとうございます。そしてさらに雪の写真をちょっとこれお見せしていきたいと思いますが、はい、はい、
美瑛は人の営みだけじゃなくて北狐の営みを見ることもできる素晴らしい場所だと思っておりまして、雪が降ると、まあ、雪雪原ってなってすごいシンプルな景色になるので北狐を観察しやすい季節になります。で北狐をよく見てみると急に雪原の下を気にしだして耳を傾けるような仕草をした後に背丈の2倍とか3倍あるぐらいの高さをジャンプして頭の先から雪原の下へズボズボズボっと体全体を刺していくようになります。でその瞬間がこの写真なんですけど、で、まあ、決して彼らはふざけてるわけじゃなくて雪の下にいる餌となるネズミを、狩るためにこういう行動をしています。なので、まあまあ、こういう景色が見れるのでキタキツネ今すごい人気だと思いますし、キタキツネを見たり撮ったりしたいなっていう方は冬の季節に来ると彼らの痕跡を見つけやすくていいのかなと思います。秋もいいですけど冬の美瑛もいいですね。これはね本当にちょっとその先に、まあ、さらにちょっと冬の美しい美瑛の写真ちょっと拝見したんですが、これすごいですね。絵に描いたみたいですね。美瑛の中でも屈指の人気スポットとなっているクリスマスツリーの木で撮った写真で、まあ、以前は広角の画角で撮ろうとすると電線がどうしても入り込んでしまって電線を避けて撮ろうとすると畑に入り込んでしまうとかいう存在、そういう問題もあったんですが、数年前に美瑛町さんの取り組みで電柱をセットバック移設してくださったおかげで今こういった新たな画角広角でクリスマスツリーの木を撮ることができるようになりました。そしてこれカメラ部もちょっとご協力をさせていただいて一緒にこうどうやったら撮れるのか、でもどうやったら農地に入らないのかっていうのをいろいろポイントを知る中でご提案をさせていただいた美瑛町さんが本当にやってくださったんですよね。これ町長やっぱりこういうその農家とその写真家のこうバランスを取られるということでやはりここら辺は注意をされているというか努力をされていらっしゃるんでしょうか。そうですね、やはり楽しんで写真を撮っていただきたいという思いもちろんございます。一方で農家の方も安心してそう撮られる姿を見て見守るというのが一番理想的な姿かなと思っています。今回のこの件でも電線をセットバックすることでカメラマンの方にはより撮りやすい撮影しやすい環境にもなりますし、また今までですとどうしても畑に入って撮影するという農家側にとって観光公害と言われるような行為があったんですけども、それも解消できるという、農家もカメラマンの方も両方にメリットがある、こういう取り組みはさらに進めていきたいなというふうに思っています。今や16ミリで撮っても映り込まないですね、これね、阿彦さんね。映り込まないです。本当、いやこれ僕もう一回前撮ってたんですけど、もう一回撮りに行きたいですね、これね。ぜひ本当にね。あと、バリースリーデイズさんから GoTo 利用して美瑛に行きますっておっしゃってますよ。ぜひぜひ。はい。これね、来ていただけると思います。あと、マオフィシャーさんからですかね。素晴らしい白い世界が幻想的とかですね。まあ、いろいろとこう、コメントいただいてますけど、こう、あと、こうですね。クワカメさん、撮影ツアーがあると良いですね。ちょいちょい結構撮影ツアーありますよね。撮影ツアー、個人のカメラマンの方で組んでいらっしゃるツアーもございますし、様々な形で写真ツアーやって実施しております。ぜひお越しください。特に、ね、夏だけじゃなくて秋冬とねお越しいただければと思います。特に秋冬は多分すくのでさらに多分3密状態じゃなくなるので、もともと密じゃないですけどあとスラッシュスラッシュさんから壮大ですねってコメントいただいてます。ありがとうございます。ラディカさんからも素晴らしい写真ですね。あと、酔っぱい猫さんから美瑛町さんに感謝です。ね。これ、ほんと。あと、ひろみさんから、町長さんお気遣い素晴らしいです。もう、これ、なんか、はい。評価北海道さんから、役場の協力がすごいんですね。美瑛町役場素敵です。いや、本当に素敵ですよ。我々一緒にさせていただいてますけど、すごいなという、地元の愛がある人ってのはこういうことなんだなというふうに思いますけど、あと、ジャン・カズ・フォンさんから美瑛の取り組みに感謝します。いやこれはすごいですね。 1Z0B さんから一気の景色だけど逆に温度ある暖かい感じがしますね。で僕もそう思います。本当に和幸さんから美瑛の農家さんが作った大切な畑を後世にも残してもらいたいですね。町長その通りですよね。その通りなんです。はい、
もうせっかくね、こんな美味しいものがたくさん取れる場所なんでね。ちなみにこういうその美瑛のこうジャガイモを使ったポテトチップスもなんか今年版があるそうだというふうに伺ったんですけど、こういうのもあるんですよね。発売、多分まだ発売したて、です。はい。美瑛さん小麦で食べれますので、ぜひちょっとお見ていただければと思います。で、またそういう産品を使ったこんな美瑛豚のカレーとか。トウキビのこうコーンスープですかね、こういうなんかいろいろとこう加工食品にも美瑛さんは入っていらっしゃるんですね。やはり独自化の取り組み大事な部分でございますので、まあ、農協さん中心ですけども積極的に取り組んでいただいているところです。はい、またねこういうその先ほどあったこの豆パンとか、これなんか1日1人5食しか買えないという限定の人気商品とかね、たくさんありますんでね、これもぜひぜひ。あと E3 ランさんから、先日美瑛に行って食べたところです。ああ、来ていただいて、皆さんやっぱり来てる、あれ今結構あれですよね、GoTo でお安く美瑛は来れるんですよね。GoTo ももちろんご利用いただけます。美瑛独自で美瑛割という宿泊助成サービスもしております。3000円引きになりますので、 GoTo と美瑛割両方併用もできますので、ぜひご利用していただきたいなと思います。いや、本当夏だけじゃなくてこれからの、ね、秋冬の季節もお越しいただけると思いますが、アンドリューさんから、あ、カメラマンラブお菓子、そうですね、お菓子、そうですね。I agree ですよ。はい、あ、酔っ払い猫さん、幻の豆パンいつかは食べれるかしら。本当幻なんですよねこれね。これ確か北海道の美瑛町にある美瑛専科でしか売ってないんですよね、これ。そうですね、限定の販売になります。はいはい、なのでしかも夕方に行くともう売り切れてる場合もあるんでね、これぜひぜひちょっと行っていただければと思います。これちなみにですね、これね、僕これ本当にこれ好きなんですけど、よく買ってるんですけど、これ中見るとですね、これ外に豆がついてるじゃないですか。でこうですね、中を切るとですね、中にもね、これでこれでもかっつぐらい豆が入ってるんですよ。食べてる場合じゃないんですけど、おいしいですよ、これ。本当に。今撮れる景色を見せていただきますか。すみません、ちょっとね、先ほどそれ出してたんですけど、ちょっと過ぎてしまいました。申し訳ない。ここへちょっと。本当に美味しいですね。で、大地さん、冷割、冬1週間くらいホテルとかって、とか撮ってこもろうかなと思ってます。いいですね。お待ちしてます。いや、本当に、でも本当に僕、ストックすると思いますよ。はい。アンドリューさんから、サンキューアゲン。はい、もう、このひと言ありがとうございます。そして、ね、最後の写真をちょっと拝見したいと思います。はい、これも、ぐんと冷え込んだ朝に撮った写真なんですけど、白樺の枝に霧氷がびっちりついて、白い花がびっしり咲いているところの写真です。で、やっぱ空気も澄み切ってるので、空の青さがより強調されているような、見えで、まあ、そういう感じを受けます。これを撮るときは雪の上に寝転びながら撮ってます。でどうやって撮影するときに体全体で冬を楽しむことができるっていうのも冬ならではの良さなのかなと思います。本当ですね。これクスミナレイジさんですかね、インディアから、 I'm from India I can't get what you say but it seems something nice。 そうですよ、これ This is very nice thing ね、ですよ。This is 北海道美瑛、If you have a chance please comeですね。はい、さらにちょっとこう美瑛ではなんとその冬の写真最後ですね、これちょっと拝見したいんですよ。これまた何ですか、これなんか模様ができてますけど。そうですね、雪解け3月下旬なんですけど、融雪剤がまかれまして雪解けを促進する季節となっています。その炭とかを融雪剤としてまくんですが、まかれたところが黒くなって雪が残っているところが白くなってしましま模様ができていて、3月下旬のその限られた季節に見られる美瑛の面白い風景の一つです。これまたちょっと綺麗なラインになってますね。これも綺麗な、これはトラクターではなくてスノーモービルで、巻くんですね、それもスノーモービルですので、3月下旬の雪が締まった温度の冷え込んだ早朝、日の出、前後ぐらいに巻く春の仕事、冬の仕事ですかね、春先の仕事になります。これもね、美しいんでね、ぜひその冬というかもうこれ春っていうんですかね、3月下旬ぐらいに美瑛に来たらこういうのを見るチャンスがあるってことですね。そうですね、
これですね。で、まあ、美瑛に行ってみたいな、まあ、旅行で行ってみたいなという方もいらっしゃるでしょうし、最近ね、このコロナ禍もあって、ワーケーションで、仕事をしながら美瑛にこうちょっとこう短期滞在して見てみたいなという方もいらっしゃると思うんですが、ちょっとなんか最近テレワークに関してもいろいろと取り組みを始められたと伺ったんですが、ちょっとこちらの方をご説明いただけますか。コロナ禍の影響もありますけれども、ビエーションとしましても移住定住あと固住人口を増やしていこうということの取り組みの中で、テレワークを本格的に導入していきたいなと考えています。本格的には来年4月からを目指していますけれども、今年モニターとしてビエで実際に働いていただいて、改善点、こういうところが足りない、こういうところを整備した方がいいというところを提案していただきまして、それを来年4月から本格的に運用していきたいなというふうに考えています。本当ですね。アーリアさんですかね。I'm from America and try to、try my best to understand、ありがとうございます。 All pictures are beautiful、 美しいそうですよ。アビコさん褒められてますよ。ありがとうございます。はい、Thank you very much. If you got a question, please、write in English. I can understand English so that I can answer your questions. はい、でもですね、あと、酔っ払い猫さんから全体のトーンが統一されていて本当に美しいですって言っていただいてますね。これ本当に。そしてさらにね、これこうワーク、まあ、テレワーク、こう働き場としてもなんかこういう場所をこうご用意いただいているので、これはビエールというなんか町の施設ですか。これはそうです、町の施設です。先ほどの写真出していただきましたのがテレワークで、実際に、住んでいただく住居の写真でしたけれども、そこでも働いてます。今お写真出てますところでは実際にその中も利用してテレワークの仕事場として利用していただきたいなと考えています。ね、カウンターの方も、これもね、僕もこれ見たことここです。実は私も BA 伺うとここで仕事してるんですけど、ここもいい環境ですよね。Wi-Fi 環境が整ってますので、こういうところで仕事をお試しいただければなと思います。はい。大地さん、冬に1週間行くと考えてましたが、ワーケーションでと考えました。朝撮って昼仕事して、そうなんですよ。それ一番いいんですよ。昼って写真撮らないので、早朝と、あとね、夕方とかね、こう写真を撮る時間だけ写真を撮りに行ってここで働くっていうね。もうでもただワーケーションの施設はもうあれ確か満員になっちゃってるんですよね。無料で貸し出す住宅を用意してるんですけれども、ほぼほぼ予約で、ありがたいことに埋まってる状態になってます。はい。で、移住をしたい方向けの施設もあるというふうに伺ったので、ちょっとそこをご説明いただいてもいいですか。これなんかすごいなんかコテージみたいなのが出てきましたけど、これは何ですか。こちらはセカンドホームという位置づけでやっている6棟あるコテージタイプです。1ヶ月単位でご利用いただきまして、美瑛町での生活を実際に体験していただきまして、その先の移住に結びつけていただきたいなと思っている施設です。なるほどですね。アーリアさんから Who takes pictures? アビコさんちょっと手を挙げてください。He takes pictures. で、さらにこの移住のこの施設のもう一枚写真を見たら、こんなところってこれなんかバケーションじゃないですか、情緒。景観、環境的には素晴らしいところです。美瑛の生活ですので、街中で、だけでも結構なんですけど、やはりちょっと郊外に出ますと、生活面である意味の不便もあります。冬になれば雪も積もります。そういうところも含めて体験していただきたいなというふうに考えています。はい。ミセンさんからコテージいいですね、空きありますか。1棟だけあるんですよね今ね、はい、これね今1棟空いております。はい。で、うちのスタッフがちょっと写真撮って動画を撮ってきた場所なんで、こういう場所です。これちょっと曇ってるんでね、サイドは落ちてますけど、こんな綺麗なここですよ。ここが確か、4万円から月6万円だ、1泊2000円ぐらいですけど、で、ここで、お試しができるという。で、しかも、ここはちょっとあれですね、なんかこう、テレビもあるし、炊飯器もあるし、冷蔵庫もあるし、なんか全部揃ってるように見えるんですけど。はい、生活に必要な設備はもうほぼ揃ってると思っております。気のみ、気のままで、お越しいただければ、すぐ生活ができるようになっています。まあ、得ですね。これはすごいですね。こんな場所があるそうですよ、これね。E3 ランさんから、先日美瑛行った時、ここからテレワークできたなと思ってたところでした。こんな素敵なところで働きながら写真撮って最高ですね。僕もそう思うんですよ。これは本当にいいと思いますけどね。花ちゃんさんから、アビコさんの待ち焦がれが好きです。これからもアビコさんの写真楽しみにしてます。なんかすごいファンがいるみたいですよ。はい。あと、酔っ払い猫さんから、ここで暮らせたら心が綺麗になりそう。
町長どうですか。町長移住されてるんですもんね、だってね。そもそも僕は、そもそも僕も BA に憧れて BA が好きで、移住してきて、まあ、まず農業をやった、そういう環境で、育ってます。気づいたら町長になってしまったと。というね、まあね、移住者の方が町長になってるぐらいですからね、移住される方にも多分あの優しい町かというのはお分かりいただけると思いますけども、はい、あ、ミセンさんから移住したくなりましたって言われます、ね、お待ちしてます。はい、はい、あと高一唐沢さんですかね、からどれもこれも素晴らしい作品ですね、美瑛町に移住したくなる気持ちがよく分かりました、ありがとうございますって言ってありますね。これ来てますが、そしてさらに今 BA 町ではあのキャンペーンをやってらっしゃるということで、 BA に行こうキャンペーンというのがあると伺ったんですが、これはどういうキャンペーンですか。これは、主には秋から冬にかけてのキャンペーンでございまして、先ほどお話しましたけど BA 割など宿泊体験、宿泊の割引など取り組んでおります。ぜひこの時期に BA にお越しいただきたいなとお願いします。またね、あのこういうふうにあのこうキャンペーンをいろいろやってらっしゃって、さらに、このブルーフラッグといってこの感染症対策もしっかりなさってらっしゃるんですよね。はい、それですね。なのであの安心をしてあの美瑛にお越しいただければと思います。また、ね、とても広い町ですから、あのそこで来ていただければと思いますし、また美瑛町というとこうご存知の方もいらっしゃいますけど、前田慎三先生がね撮られたこの写真集とか見られると、どれだけ美しい場所か、またあのさらにご確認もいただけると思います。でさらにあの美瑛町ではその撮影マナーの問題にも取り組んで、先ほどお話しありましたと一緒なので、もしねこの辺のことも気にしながらあのお越しをいただければというところでございます。そしてさらにですね、美瑛町さんでは、あの、この先ほどご紹介した青い池のライトアップですね、11月の1日から4月の30日、日没から21時まで、おやりになる予定です。ここも、あの、多分3密になり得ないぐらい広い場所なので、あの、安心して来ていただければな、というふうに思うところでございます。で、さらにまたこういった写真見たいよという方はですね、ここにあの、BYBA というお金町 DMO さんがやってるインスタグラムアカウントもございますので、こちらもぜひご覧いただければと思いますし、またですね、あのもしお越しになられましたら BYBA プレゼントキャンペーンといって、この応募すると商品がもらえるキャンペーンも BA 町ではやってらっしゃるそうですので、お越しになった際にはぜひあのこちらの方もご確認をいただければと思います。またなんかちょっといけないけど、まあ、BA の写真たくさん見たいなという方はですね、我々の方で運営させていただいている写真で旅する北海道 BA Facebook ページがございます。こちらでですね、今日見ていたような美しい写真たくさん皆さんがいろんな方が投稿してくださってます。まあ、さ今あの町長ですとか阿美子さんの後ろにある美しい写真、これはあの飯田さんという方のお写真なんですが、そういう方々 BA 町で写真を撮ってらっしゃる方々もこのページに投稿してくださっていて、そういう写真も見られるので、ぜひこの Facebook ページの方もあのアカウントを見ていただければというふうに思います。もうぜひちょっとね、そろそろ時間になってきましたけども、こちらの方あのぜひ見ていただければと思うとともに、あの BA 町をぜひあのお越しになって、この夏まだ残りがあります。その夏でも楽しんでもいいですし、先ほどあった秋、それから冬ですね、で春に向けてもうほぼ4シーズン全て美しいあの場所なので、そしてそれはあの裏でね、あの美瑛町の方々が皆さんこうやって努力をしてくださって守ってくださっているというのを今回お分かりいただけたと思いますので、ぜひそれに報いるべくあのお金をそこで落としていただければというふうに思ってます。本日はですね、町長あの有賀さん、あのありがとうございました。ありがとうございました。はい、でこちらの様子はですね、 IGTV にこの後、上げますので、そちらぜひご覧いただければというふうに思います。また YouTube チャンネルの方にはコメント入りであのこちら上げてまいりますので、あのぜひぜひあの見ていただければと思います。特に途中から来た方とかですね、あの最初から見ていただければと思います。あと、コメント最後拾っていきます。秋時期炭酸ですかね、 BA やっぱり綺麗ですねとかですね、あれ仙台から見ていただいたり、自然が綺麗な田舎暮らし、おもりさんからですね、憧れますとか、佐藤さん先月 BA に行きました、そうです。いらっしゃった方いるそうです。あと、ミセンさん16日北海道に行く BA にもぜひぜひお越しください。はい、じゃあ本日はどうもありがとうございました。皆様どうもありがとうございます。失礼します。ありがとうございました。